白髪で悩みますか。まあハゲてる人も辛いですけど、白髪の人もなんか辛いですよね。それわかりますね。はい。まあでも一番辛いのはハゲてて白髪ですね。うちに加藤ちゃんっていうハゲ白髪がいますけどね、30になる前からハゲ白髪でしたね。すごいですね。もう薄い上に白髪っていうね。はい。白髪まだないですっていいですね。はい。まあでもあれですよ。本当にあの白髪ってね、未だにまだ解明されてないみたいですね。結局のところ。結局のところまだ完全に解明されてないから、白髪が治る薬を作るとものすごい金持ちになるって言ってましたね。はい、すごいでしょうね。いませんか。もうあの白髪になるのも結局はやっぱ食生活ですよ。食生活の改善必要ですよね。皆さん食生活どうしてますか。ハゲにならない食生活にしてます。ねえ、やっぱりあの炭水化物の摂りすぎと植物性油を取りすぎてしまうと、結論体酸化しますし、まあ糖化もしますよね。はい、なので酸化した体ってやっぱストレス多く発生しますから、まあまあ白髪当たり前ですけど増えますよね。ハゲも増えますし、そうですね、あとあの如実にこれで面白いのはですね、タンパク質との関係性がめちゃくちゃ多いんですけど、人間ってね、面白いのは例えば体にタンパク質を取るじゃないですか。で体にタンパク質を取って、であと 筋トレしてですね、筋トレしてすぐに筋肉のつく方と、筋肉なかなかつかない方っているじゃないですか。タンパク質を取っても、これね、まあ、あの17のもう最後なんで、はい、ちょっと最後に、あ、そうなんだ、私はそうかもっていうような、まあ、一口なる、まあ、なるほど、小耳に挟んどいたらいい話ちょっと して終わりますね。タンパク質もそうですし、ビタミンもそうなんですけど、人それぞれ体の中に同じグラム数を入れたとしても摂取量、消費量、吸収量、まあ、あと燃焼率全て違います。でですね、タンパク質が一番最初にどこに運ばれるのかというのも人によって違うんです。例えばちょっと運動しただけで体バッキバキになる人いるじゃないですか。ああいう人結構ハゲてますよね。髪の毛薄い人多くないですか。あと結構運動してるのになかなか筋肉つかない人いますね。そういう人結構髪の毛多くないですか。はい、それなんでかって話なんですけども、人の体によって使われるタンパク質の優先順位が違うんです。つまり筋肉質な人っていうのはタンパク質が体の筋肉に多く使われる人なんです。
まあ、多くというか優先的に使われる人なんです。で、髪の毛が年をとってもすっごいふさふさで綺麗にしますね。それはタンパク質が髪の毛を優先に使われる人なんです。なのでトレーニングして結構すぐに体型が綺麗になる人、筋肉が結構割れやすくなる人っていうのは髪の毛がかなり薄くなりやすいんです。それはなぜかというとタンパク質が優先的に体に回されるからなんです。はい。で、そういう人はですね、ちょっと運動しただけですぐ剥げます。特にプロテインとか取らずに運動するとタンパク質が不足するので、髪の毛に回すタンパク質がどんどんこう減るんですね。まあ、ではそこカットされるんですよ。なので優先されるところはどこなのかっていうことを知っておいた方がいいです。はい。だからなかなかね、筋肉がつかないっていう人はいると思うんですけど、そういう方たちはね、逆に剥げづらいんですね。覚えておいてください。はい。髪に優先的に回す方法はありません。そういう人たちはですね、もう完全に体が、体に体質がですね、筋肉にタンパク質を優先的に回すというシステムになっちゃってるんですね。はい。なのでむしろ逆に言うと、筋肉はなかなかつかないけど髪の毛はふさふさなんだよなっていう人は、タンパク質は髪の毛にかなり影響すると、早い、要は一番優先されて髪の毛に行くんだよということなんです。だから何が言いたいかというとですね、これね、両方に言えることなんですけど、体を鍛えている人はある程度のプロテインを飲んで、まあ、体のラインはきれいになるんですけど、そのプロテインの量だと体に吸収されすぎて髪の毛に足らない場合があるってことなんです。つまりタンパク質の量をもっと増やさないと髪の毛かなり薄くなる可能性が出てくるよってことなんですよ。はい。なのでね、良質のタンパク質を思ってる以上に取ってください。はい。で、むしろ体を鍛えても髪の毛はに回されてる人ですね、髪の毛に回されてる人って気がつかないんですよ。なんで自分はこう筋肉質になれないんだろうって思ってる人多いんですけど、それね、そうじゃないんですよ。タンパク質が回されるのは他のところに回されてるってだけなんです。だから他のところに回されてる人はそれ以上にタンパク質を取らないと、まあ、増やさないと筋肉には回らない。される人もいるんですよ。つまり精子の生産に異常に回される人もいるんですよ。そういう人はですね、本当に性欲ばっかりが強くなってしまって全然髪の毛増えない、筋肉つかないっていう、そういう人もいます。セックスめちゃくちゃしたいのにみたいな、髪の毛増えない。だから昔からいますね、すごいなんていうんですか、絶倫の人はハゲが多い、いますよね。これタンパク質がそっちに全部使われるんですよ。中にね、必要なエネルギーを回せます。しっかり取ってください。だいたいね、体重のね500分の1グラムって言われてますね。500分の1で考えると、それ最低ラインですよ。500分の1で考えると僕だとだいたい 140g は1日最低摂取しなきゃいけないってことなんですよ。これは
140g の肉を取ったらいいかっていう話じゃないんですよ。タンパク質を 140g 取る必要があるって話なんですよ。つまり 140g のタンパク質を取ろうと思うと、肉でいうと何割ぐらいが油なんでしょうね。仮に例えば 30% が油だとしたら7割しかないわけですよ。ということは 200g でやっと 140g のタンパク質があるよって話ですね。 200g の肉でも、その 200g の肉を食べたからといって、まあ、200g のうちに 140g が仮にタンパク質だったとしても、自分の体が 140g のタンパク質を体が吸収できるかどうかは分からないって話なんですね。なので最低それを取らなきゃいけないっていう話になったとしたら、やっぱり食事だけでプロテインを補、まあ、要はタンパク質を補うのはちょっとやっぱ無理ありますよね。なのでやっぱり朝はまあプロテインを、そうなんですよね、そんな肉食べれないですよね。朝はねプロテインを飲んでください。はい、あのね、これはまた一つポイントなんですけどね、あの固形のものを体の中に入れるのと液体を体の中に入れるのでは内臓の負担がやっぱ全然違うんですよ。はい、なのでね、朝朝食、あの普通にね米とか食べてる人たくさんいますけどね、朝の朝食やめて朝と昼はね、あのプロテインを飲んでみてください。朝昼プロテイン飲んで、はい、朝昼プロテインを飲んで夜だけ食事にしてみるとですね、それね2ヶ月いっぺんやってみてください。はい、筋肉のつけ方もそうですし、あと髪の質変わりますよ、マジで。はい、ぜひシャーク鮫島やってください。はい、ぜひやってください。はい、髪質変えたいですか。はい、やってください。あの髪質変えたい方、あと髪をきれいにしたい方、はい、あと動物性の脂質も必ず取ってくださいね。あのね、ちなみにあの僕が監修に携わってるリボディってありますね、あれは筋肉を蘇生するのに使う、結合するのに使う栄養素があるんですけど、その筋肉をつけるという意味においてはリボディは非常に役立ちます。はい、筋肉をつけるって意味ですね。でも髪の毛を増やすって意味ではリボディだけ取ってたら OK っていうわけではないので、はい、いわゆる総合の必須アミノ酸も、アミノ酸も入っているタンパク質を取った方がいいと思います。取ってください。はい、必須アミノ酸は11種類ですか。アミノ酸は9種類ありますよね。その20種類がパッケージされているプロテインを取ってみてください。それをね、まあ、2ヶ月朝昼で必ずそれをね飲むっていうことをやって、あと肉もねしっかりね取るっていうこともやって、でね、その上で2ヶ月様子を見てください。2ヶ月で変わると思いますね、髪質は絶対に。どうしまして、シャークさん島からまたメッセージが来ました。うちのね、シャーク鮫島化している方たちには今シャーク鮫島からの、情報共有です。髪の毛付きの帽子アマゾンで売ってます。はい、これをかぶってください。冬は寒いというね、ハゲ散らかしている方、
髪の毛付きの帽子売ってます。アマゾンで買ってください。その辺はやめとこう。ちなみにですね、まあ最後にですね、17終わる最後に、プロテイン、何のプロテインがいいのっていう話なんですけど、これね、正直な話言いますと、プロテインってね、流行りなんですよ。植物性がいいって言ったり、動物性がいいって言ったりするのね、これね、もう本当にね、健康食品業界のね、流行りなんですよ。はい、なのでこれも体に合ったものを取った方がいいよとしか言えないんですけどね。ちなみにね、僕はね、最近動物性のプロテインを取るようにしてます。はい、女性の方はですね、昼は植物性、朝は動物性、昼は植物性とかって言って分けてもいいんじゃないですか。はい、朝は動物性のプロテインを取ってですね、で昼は大豆製のプロテインとかを取ってですね、で夜は食事で肉をしっかり食べるっていうことをやったらどうですかね。はい、いいんじゃないですか。そしたらやっぱり試してみてくださいよ。逆に教えてください。はい、よくね、分かりますよね、ソイがいいとかホエがいいとかね。はい、わかりますけど、流行りです。いい部分と悪い部分が全部あるんです。はい、カゼインがね、吸収がいいとかね、いろいろあるんですけどね、いいところと悪いところがあります。はい、まずはね、取ってみてください。で、僕に教えてください。はい、でこうやってね、情報共有してですね、みんなでね、髪の毛増やしていきましょうよね。ふさふさ黒黒、何でしたっけこれ、アデランス。あんまり珍しいなって思って。はい、目が覚めるためにね、うちのね、秘書がね、リンゴ酢を入れてくれたんですけどね、だってまずいんですよ本当に。はい、今日はね、朝ごっくんしまして、はい、日本にいるときは朝ごっくんです、いつも、プロテインと野菜ジュースは朝ごっくんですよ。はい、皆さんもね、やってみてください。朝と昼はプロテイン、はい、だいぶ変わると思いますよ。肌きれいになると思いますよ。はい、もちろん肌もプロテインが必要ですからね。タンパク質が不足している方は、ターンオーバーも遅いですから、肌のシミとかシワとかもやっぱ戻りづらいですよ。何回も逆戻りしてる。はい、ターンオーバーがほとんど遅れてくるってことですからね。プロテインって美味しいんですか、猫。プロテインはですね、非常にまずいです。はい、ほとんどのプロテインがゲロ味です。はい、こんなこと言うとね、なんか怒られそうですけど、ゲロ味です。はい、ゲロ味にチョコレートがついたっていうゲロのチョコレート味、ゲロのバリナ味、ゲロのミルク味っていう、全てはゲロです。はい、それぐらいのことを思っておくと、プロテインを飲んだ時にショックを受けなくて済むと思います。はい、美味しいと思って飲むのやめてください。ゲロです。はい、かなりきついですよ。世の中には美味しいプロテインも実際あります。あるんです、あるんですけども、美味しいプロテインはものすごい糖が入ってます。意味ないです、気をつけてください。美味しいなと思っているプロテインの入っている糖の量がやばいです。なので美味しいプロテインには気をつけてください。本当に糖が入ってます、めちゃくちゃ糖入ってます。意味ないです。はい、本当
当に意味ないです。めちゃくちゃ糖入ってますからね。はい、あの糖の入ってる意味ないですから気をつけてください。そんなわけで、ゲロごっくんですよ。はい、ガクトにはギフトを送るやついっぱいおりすぎて放送の邪魔なのに音途切れない。プロテインでこんな袋なんですけど、一日一袋飲んだら確かに太るかもしれないですね。糖が入ってるんで。綺麗になりますよ。どこ行ったかわかんないけど、柿小屋淡水公園来るなんて、プロテインしか飲んでくださいね。はい、ガムテなんかじゃ取ってもらってるかめっちゃロスよね。あの肌汚い人がね、よくねビタミン C を取ってる人いっぱいいますけどね、プロテイン取らないとビタミンって運ばれないんですよ、体の中に。なので基本はプロテインです。いいですか。はい、そんなわけで今日の一ドルはおしまい。じゃあまた次回の配信でお会いしましょう。バイバイキーン。